い、どうも良平です。お願いします。はい、ということで、本日良平ズやってきました久々に来ていただきましたね。ありがとうございます。はい、パパニキさんに半年、1年半ぶりぐらいぐらいかな。以前は僕のホームラン企画の時に、あの、その後にも来てますけど、6月だかの紅白戦かなんかに。そうですよね、行ったっけ。はいはい、あの時お世話になりましたバッティング良くなってたんで。そうですね、やってなかった今日ちゃんと2本打てたし、目の前で、あの師匠の目の前でちゃんと僕が打てたんで良かったです。はい、パパニキさんといえば、僕がずっともう初めてお会いした時から、外野で守ってる時にグラブ談義をさせてもらうと言ったところで、一つのメーカーにこだわってますよね。そうですね、もともとは結構いろんなグローブ使ってて、でエースグローブを探し始めた2011年ぐらいでやっと見つけたんで、そこからはもうだいぶこだわってます。ですよね。今日何個持ってきました、そのメーカー。今日は7個です安いもんじゃない安いもんじゃない。革としてはね、あのジュテルレザーを、ジュテル社のレザーを使ったグラブですね。はい、のメーカーです。で、親指をあんまり曲げないような片付けをする方ですよね。そうですね、うん、YGS です。はい、来ました。前回もホームラン企画の際に多分グローブ紹介させていただいた時も YGS 出していただいて、今回も7個持ってきていただいて、まあ、前回紹介していただいたものはちょっと今回は除いて、厳選して3個、まあ、4個のグローブ紹介していただこうと思います。はい、じゃあまずちょっとお前を、お願いします。はい、1個目こちらです。はい、ちょっといつかお借りして。軽っ。そうですこれは内野手用。内野手用ですね。おお。サイズで言うと 28.5 から9ぐらいなんで、中間ぐらいか、ちょうど中間ぐらいですね。ちっちゃいわけでもないし、大きいわけでもない。そうですね、まあ、ショートとかで使うにはちょうどいいからっていうサイズですね。ポケット広いですね。あっさ、平面系なポケット。そう、まあ、コンセプトがもともとこのグラブが土手芯のところを1枚でカットして柔らかく使うっていうコンセプトで、この品番が YGS さんの方から出てたんで。なるほど。まあ、今ちょっと自分で加工して芯材を2層にして普通のグラブ仕様に自分で加工したんですけど、もともとのその浅さと呼吸感の良さを維持しつつ、自分でちょっと加工したような形です。すぐテイクをやるんだよもうさすがですね、張りがすごい。これ結構すいてはもらってますよね。かなりすいてると思います。元す、ね、YGS さんのグローブってだいたい560から、うん、内野用だと80、90ぐらいの、ちょっと若干油分が多いんで重めなんですけど、これは500切る480から70とかっていう、かなり軽めの部類のグローブですね。通りで持った時に軽いわけだ。軟式プレイヤーでも使いやすい硬式グローブっていう感じがしますね。あんまり親指を力入れずにも、小指側だけをイメージ、ヒンジを効かして閉じていくような、うん、ここ見てください、小指。普通 1,2,3 だと思うんですよね。これ4個あるんですよ、珍しい。そうですね、でさっき聞いたんですよ、小指のフィット感を高めるため、だからホールドレースに近いのかな。そうですね、あのここにやってるような、このよく D by M さんとかでやってる、うん、ここのホールドレースを小指側に持ってきたらフィット感良くなるんじゃないっていう話を体現したような格好です。だから横に動くんじゃなくて、縦の動きを少し縮めてあげるっていう。そうですね、横だったらここにホールドレース巻けばいいけど、それを縦に閉じるために1個挟んでるような。はい、だから奥へのブカブカも少なくなるし、縦が閉じてるから横へのブカブカも少なくなるよといったような感じですね。いやもうこれだけね、あのまず1個目でとんでもないこだわりが出てきたと。じゃあ続いて2個目、はい、お願いしてもいいですか。はい、はい、2個目のグローブはピッチャー用の、今日はね苦しめられましたからね、ピッチャーやってもらった中で。はいはい、はい、ありがとうございます。ちょっとお借りします。ライムイエロー、一応イエローっていうカラーなんですけど、まあ多分他社さんで言ったらライムイエローっぽい感じですよね。これちょっとね、ウェブ見てください。これ掛けがないんですよね。普通のピッチャー用のウェブとかってこういう風に紐の中にね入れるやつがあるんですけど、これはウェブの中に、もうここちょっとボコッとしてるのが分かるかな、ウェブの中に紐通しちゃってるんですよね。それ用の掛けるのがなくて、スタイリッシュ。そうですね、すごくスタイリッシュ。ピッチャー用だけど逆巻きにしてるんですね。元がやっぱ内野手なんで、うんうん、まあ、あの本職がピッチャーないんじゃないんで、まあ、たまに投げるときにピッチャーを買いたいなと思ったときに、まあ、これだけ揃えてしまってるんで、まあ、YGさんだったとっていうところで、まあ、この型を購入して、まあ、内野手用で普段使ってるんで、まあ、逆巻きで、うんうん、
まあ、より自分の型に近いような形で型はつけてます、はい、これも軽いですね。あんまり意識はしてないですけど、多分他のピッチャーに比べると全然軽い。そうですね。で YGS のグローブのいいところって、そんなにオイル入れないじゃないですか。そうですね。でなおかつベルトの裏がちょっと見えづらいんですけど、ムートンじゃなくてクッションなんですよね。なんでどん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 ムートンに汚れとかが溜まっていく心配がないから、重くなりづらいのが僕は YGS だと思ってるんで、型崩れもしない、硬いからっていうのもあります。そうですね、まあ、硬い方がこの引きの時に潰す形の時とかに、まあ、あの力も入るんで、はい、まあ、柔らかいよりは硬い方がピッチャーとしてのパフォーマンスは上がるんで、そうですね、まあ、これ以上の柔らかさは出さないようには一応工夫してますね。まあ、復元力もありますからね、革そもそものっていう、はい、ポケットもやっぱりめっちゃ深いですね。そうですね。だからそれあんだけ挟んだボール落とせるわ超怖かったっすよ。ノーサインなんでやめてくれと思ったけど次回もシャレーズ来た時、はい、これちょっとこれで次はちゃんと腹に当てずに、そうですね、取るんでぜひこれで投げてください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと3つ目、はい、はい、おやちょっといいですか。これはやばいって、どんだけ片押し入ってるんですか。ファーストこれはガチガチ、さすがにガチガチのオーダーですよね。2024年の1月1日お正月から、発売が始まった限定比較の忍者シリーズというもののモデルですね。おっと、オーダーじゃない。オーダーじゃないですね。でも限定。そうですね、限定。あ、じゃあ許してください、オーダーって言って、はい、え、浅くないですか。もともとソフトバンクの明石さんが、使ってたような方で、うん、ちょっと浅めのファーストミットで操作性を上げたようなモデルですね。サード用とか外野用のものにちょっと近いような、掴みやすいようなモデルですね。ほうほうほう。でカラーリングがまあその片押し、ちょっと金がかってるな、しかもぽいですよね。そうですね、メタリックブラックというか。うーん、とこれはグレーでいいんですか。グレーですね。で補給面と、まあ、一部がベルト部分とかがグレーで、はい、ヘリ側とかがライトグレー、シルバーです、ね、あ、シルバーか、はい、ちょっと使ってるんで、まあ、若干光沢はなくなってきてるんですけど。でタントレースが、ウェブが独立しているモデルが好きなんで、もともとセパレートのものを、まあ、自分でカットして、でウェブが独立して動くような形でちょっと自分で加工してありますね。えげつなやってることこの辺りですね。ヒンジの部分、まあ、開閉がしやすい方が自分は好きなんで、ヒンジの部分をレース通さないでここで負けるような形で開閉をしやすくここかしてます。あ、本当だね。本来はこっちまでこうやって巻いてあるんですけど、ここをまあえて逃がすことでここでヒンジの開閉の目印になるんで、ここで操作性を上げてるような感じ、ね、ハンドリングも上がるし。そうですね。これは何式ですか。公式ですか。公式です。まあそうですね、 YGS さん軟式あるの知ってますけど、僕も持ってますけど、こんだけだとさすがに公式だろうなと。これいくらしました。これは7万7000ですね。オーダーじゃないよねオーダーじゃないよ、間違えてないよね、やっぱ、まあ、限定のモデルなんで、うん、まあ仕方ないかな。いや、すげえ。これもあのさっき話してた時になるべく収録にしていきたいっていう。そうですね、もともとのモデルが前紹介していただいたこちらなんですけど、はい、まあ、ちょっと芯材がすごく硬いものが入ってて、うん、さっき良平さんが言った復元力っていうところもあって、冬場ちょっと硬くなりすぎちゃって使えなくはないんですけど、内野手やった後にいきなりファーストに行って使える状態じゃないミットって形なんで、夏場とかでこの柔らかいこっちのブラックがちょっと柔らかいなって感じた時にはこちらで、あ、まあ、使い分け、はい、真夏なるぐらいまでは。そうですね、操作性もいいこちらをメインでファーストや守るときは使用していこうかなと思います。なるほどです。じゃあそうですね、とりあえず今これ含めると4つかですけど、まあ、他にもじゃあちょろっと脱色だけ出しておきますか。この前そうですね、一番最初に紹介していただいた型番のない作品の段階の YGS ですね。なるほどですね。664K と G6S を足して2で割ったような感じかなと個人的に。ちょっと平面ポケットケースよね。そうですね、まあ、どれも人差し指がしっかり前を向いて、うん、この辺りで折って、うん、っていうような深めの形ですね。なるほどです。これは 664K っていう型ですね。それめっちゃふにゃふにゃ。そうですね、これはちょっと実験的にちょっと柔らかめに型をつけて、正直雨用になっちゃってるんですけど、まあ、このヒンジのところを土手芯1枚加工にしてちょっと柔らかく使えるような形で、まあ、紐とかもちょっと遊びでグレーに変更したクラブです。ちょっとメジャーチックっすよね、ウェブとかも含めると。あとは、今
メインで使ってるエースのグローブですね、はい、これも 664K という型で、もともとバスケットウェブだったものを、正直バスケットウェブもともと苦手だったんですけど、使ってみてまあ操作性良かったんでそのまま使ったんですけど、やっぱりこういうネット系のウェブの方が好きなんで、まあネット系のウェブに変更して、で今シーズン以降もサード守るときはこちらをメインで使っていくような感じです。お、まあ、あとは黒なんで染料も多いんでちょっと硬いですね、やっぱり冬場本当に寒いときはちょっと使えないです。気をつけて使わなきゃって感じです。はい、硬いです。なるほどです。ということで合計7個か、はい、合計7個紹介していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあそんなにね持ってる方も YGS っていないので、まあ、こうやってたまに来てくれるときに紹介させていただけるので本当にありがとうございます。で僕もそんなに触れる機会もないので、こういったときに、ね、はい、あのいつもいよいよはめてって言ってくれるのがもう優しくて嬉しいですね。はい、まあ、いいものは広めていきたいと思ってるんで。そうですね、はい、最近取り扱い店も増えてきましたよね。もともとはまあそんなになかったですけど、そうですね、今だんだん広がってきてるので、まあ、そういったところ少し手に入りやすくはなってきてるかなと思いますので、はい、気になった方はぜひちょっと皆さん注目してみてください。はい、ということで本日はパパニキさんの YGS だらけのねグローブ紹介でした。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。